第2代エニスキレン伯爵の肖像が1829年。第2代エニスキレン伯爵、ジョン・ビラビー・コールはアイルランド王国出身の貴族、政治家。1789年から1803年までコール死爵の儀礼称号を使用した。初代エニスキレン伯爵ウィリアム・コールとアンロリー・コリーの息子として1768年3月23日に生まれた。 ダブリン大学トリニティカレッジで教育を受け、1789年に BA の学位を習得した。1790年の選挙でファーマナ選挙区とスライゴバラ選挙区の両方で当選、前者の代表としてアイルランド庶民院議員を務めた。1797年の選挙でもファーマナ選挙区とスライゴバラ選挙区で当選、引き続き前者の代表として議員を務めた。 その後、1801年のグレートブルテン及びアイルランド連合王国の成立に伴い、連合王国議会が設立されると、ファーマナ選挙区の代表として、庶民議員を続投した。アイルランド庶民委員期には、アイルランドとグレートブルテンの合同に反対したが、連合王国庶民員ではおおむね政府を支持、1803年には合同が、結局は、いいことだったと発言した。 1803年5月22日に父が死去するとエニスキレン伯爵位を継承した。同年にファーマナ県総督及び主席治安判事に任命され、1831年10月7日から1840年3月31日までファーマナ党官を務めた。1804年から1840年までアイルランド貴族代表議員を務め、貴族院でも、 基本的には政府を支持した。1810年4月27日、聖パトリック勲章を授与された。1815年8月11日、連合王国貴族であるウィルトシャーにおけるグリーンステッドのグリーンステッド男爵に除された。1840年3月31日にフローレンスコートで死去。4月13日にアーンで埋葬された。1805年10月15日、 シャーロット・パジェットと結婚。4男一女を設けた。ありがとうございます。